はい、夫婦でエンゲームの FD さん S と申します。じゃあ早速ここから続きいきますかね。とりあえずまっすぐ行かんともう分からへんね。全く状況が飲み込めてないんだけど、これさ、なんか、やっぱ20年前の、20年前のゲームだからか、そりゃ回転できないんだね。はい、そうですね。お、なんかアイテムあったりするじゃん。よしよし。これ何？宮部秀実やはる国ほほずざきょしせ、何のことですかね。マカラーニャ、マカラーニャ、このマカラーニャっていうのが何か使うのかな。何ですかね、意味が分かりませんね。面白いな、ティータ面白いな。大丈夫、俺もわけわからん。俺、じゃあ反対側も念のため行ってみる。マカラーニャとかやつなんかあるんじゃない。ほーらほ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 ら、あれ、これアイテムボックスじゃなかった。旗の柱だった。見知らぬ言葉、アルベド語はアルベド語辞典を発見すると覚えることができます。レバハエ、アルベド語、ヤヌサーテヌソフムミオム、何ですかね。アルハ、え、おお、アイテム、あ、落ちれるわけじゃないんだ。え、で、ん、で、さっきのやつをこれで覚え、なんかこれで辞典を手に入れたことによって読めたりするの？そういうわけじゃない？もう一回。わからんね。やべえ、完全に置いてけぼり。まあ最初だからかな、そのうち分かってくるんかな。これ、マカラーニャ、なんか手品師みたいなこと言っちゃった。古いかそれも。お、これは、おー、来ました。で、何回も言うけどやっぱり回せないのね。マップは回せないわけね。で、こっちなんかあるってことは落ちる心配もしなくていい。よし。おー、あるじゃん、あるじゃん。よしよし。敵が出てくるわけではない。ほーら出てきたわ、ほーら出てきた。言ったそばからでも、
おーおーおおお。よし行きましょう。お、やったぜ。オッケーオッケー。あ、サハギン、これがサハギンか。 FF14 のサハギンと随分と様子が違いますね。そりゃそうだ。いやでかくね。うおほおおサハギン、せめて食べてやれよ。せめて食べてあげて。ボス、いやあ、これ勝てない系、もしかして勝てない系。一回よく喋れるなお前。とりあえず逃げよ、とりあえず逃げよ、マジで。おお。これで戻れなくなった感じ。ですよね。ですよね。事態はどんどん悪くなっていく。夢も希望もありません。そんな気にさせる場所だと思った。言い方だな。なんだろう、言い方だな。希望もありません。言い方。どうこっからこう上がるのか。はいはい、いいな、ティーダのキャラいいな。ずいぶん軽く動いて。燃やすもの、燃やすもの。あ、いけちゃうの。調べるとは、あ、あったあったあった。おー、なるほど。あれだね、本当に今じゃ当たり前だけど、
全然マップが回せない。いかんね、昔のゲームの出身者のはずなのに。あ、戻ってきちゃった。あ、これで火つけられるのか。そういう意味か。これで火がつけられるのね。木あるもんね。あ、やっぱり燃やすものいるんだ。からさまに。さっき下にもあったと思ったけど、しけってたのかな。ここら辺とかも燃やせたんじゃなくて、まあいいけど。すっげえ、何え、今火がついた演出？爆発しなかった今。つまらないミスだったな。明らかにお前のせいで負けた。そんなこと言いに来たのかよ。今日は命日だ。ああ、一人で泣いているかとな。泣くかよ。泣いてたよ。おい、なんだよ、消えちゃう気か。消えちゃう気か。あ、いや、ちょっと待ってくれ、なんか探してくるから。やばいの来たよな。いやいや、痛くない？おー、ちょっと速度速いのか、ティーが。お、で、どうなるの？ジェシーみたいな髪型してて。味方、助かるっす。うんうん。バトル中に特殊な効果。はい。なるほど。
手榴弾強っ。あー手持ちがない、もういっそのこと使ってまい。なんか盗める、手榴弾盗めた。攻撃力はどんなもん、弱っ。よし、うん、わからない。あ、助かった。何すんだよ。ドミオハシコが、なんでマンモンドか、神殿シーズザセテウンガウフンガオフィシッチェセウタヒヤファヤッセ神殿ガッサマ、こうそちまキヤサハミガレガモメシエセミオ。ザレン、なんやって、その手何？開ける気せろ。言ってんだよ。ゾルモハ、耳を。ま、参った。コーヒコーム、アルシンキノ。全然わかんねえ。カンハミョは。わかんねえっての。知らよ。ヤッセ、仕事を手伝えば少しの間は世話してあげるってさ。喋れるやないか。言葉わかるのか。わかった、働くよ。おお、これが辞典ですか。ああ、わ、わみふがあいうなんだ。あ、これを入手していくごとにどんどん若いなってくるって感じかい？コフキス、またるラジオフシアエモ。なるほどね。なるほど。やっと来たスフィア版の使い方。キャラクターにはスフィア版にスフィアをセットすることで能力、ああなるほどね、能力が成長していきますと。おお、という形でそのスフィア版というやつの成長の説明をしてくれたわけですな。っていう、こんなとこぐらいですかね、まずはね。じゃあ、ちょっと今回はここまでということで、次回もよかったら見に来てやってください。
それじゃあね、バイバーイ。